水晶の線は、モーリスルブランのアルセーヌルパンシリーズの一編。1912年発表。南洋一郎役のポプラシャ版は、古藤の地下郎という役代である。悪徳大義士ドーブレックの別荘に押し入ったルパンたちだが、計画が狂いルパンの部下ジルベールが逮捕されてしまう。正規の回答の一味の逮捕に、世間は湧き立ち、迅速に死刑が決定された。 ルパンは、ジルベールを救うため、ジルベールの老母クラリスと共に、混乱の発端となった謎のお宝、水晶の線を巡り、ドーブレック、謎の美女、警察との四つ共への闘争を開始する。ルパンが、生涯最大の難事件と評するフランス政界で、実際にあったパナマ運河義国事件をもとにした、ルパンシリーズでも指折りと言われている名作。また、悪徳第二ドブレックは、 ルパンの出会った中でも最強の敵のうちの一人である。本文で1912年の物語である813よりもずっと前の事件と明記されている。作中の暦から1906年から1907年にかけての物語と推測される。放題は星野達夫以来の役題である。正しくはクリスタルガラスと訳すべきであって水晶ではない。 南脇は、高質ガラスとしている。ありがとうございます。